点取り屋としてチームを支えるストライカーというポジションですが、それぞれの時代においてエースストライカーと呼ばれる前線に君臨した選手が日本にも存在します。そこで今回は各時代に分けてエースストライカーとして日本代表に貢献したフォワードの選手についてご紹介していきたいと思います。鎌本国重。日本の歴代ストライカーを紹介するにあたって絶対に外すことができないのが鎌本国重です。右足のシュートを中心にどんな形からでも得点できるそのプレースタイルはまさに万能型の代表例と言えるでしょう。鎌本は1960年から1977年までの13年間で国際 A マッチ76試合出場75得点という驚異的な記録を残しました。これは現在でも男子による日本代表の国際 A マッチ最多得点記録として破られていません。そんな鎌本は1964年に19歳で日本代表に選出されるとすぐに得点を量産し、メキシコオリンピックのアジア予選では初戦のフィリピン戦でダブルハットトリックを達成するなど、三浦知良と並び日本代表の歴代1試合最多得点記録も保持しています。そんな鎌本のプロキャリアにおける最も大きな功績といえば、メキシコオリンピックで日本の銅メダルに貢献し得点王に輝いたことでしょう。銅メダル3位という成績は現在でも日本におけるオリンピックの歴代最高順位です。鎌本が現役の間に日本がワールドカップに出場することはありませんでしたが、もし現代において鎌本のような能力を持ったストライカーがいれば日本のサッカーの歴史は大きく変わったのではないか、そう思わせるほど傑出した能力を持つストライカーです。中山正史。ゴン中山の愛称で知られる中山正史も日本代表で活躍した選手の一人です。ジュビロ磐田時代には4試合連続ハットトリックを決めるなど印象的な成績を J リーグでも残し、日本におけるサッカーの普及に三浦知良とともに最も貢献したと言っても過言ではないのが中山です。そんな中山の代表歴は、1990年に日本代表デビューを果たすと92年以降は代表に定着し、アジアカップ準決勝の中国戦でゴールを決めるなどフォワードとしての役割を果たし優勝に貢献しました。最終的にワールドカップ出場は逃しましたが、アメリカワールドカップ最終予選ではイラン戦、北朝鮮戦でゴールを決めチームに貢献しました。その後負傷や不調などもあり2年半ほど代表から遠ざかりますが、98年ワールドカップ予選のグループステージ最終戦カザフスタン戦で代表に復帰するとジョホールバルの歓喜として知られるイランとのワールドカップアジア第3代表決定戦で先制ゴールを決めるなど日本のワールドカップ初出場に大きく貢献しました。そして98年日本初となるワールドカップフランス大会ではチームはグループリーグ惨敗に終わるものの、最終節のジャマイカ戦で大会唯一、そして日本代表としてワールドカップ初となる得点を挙げました。得点後に相手選手と接触し足を骨折してしまったのですが、そのまま試合終了までプレーを続けるなど選手として最後まで戦い続ける姿勢がキャリアを通して評価された選手です。トルシエ監督就任以降はコンスタントに招集を受けるということはありませんでしたが、2000年のアジアカップ予選ブルネイ戦ではハットトリックを決めるなど結果を残しました。2002年はリーグ戦での不調もあり、トルシエ監督も落選をほのめかすなどしていましたが、精神的な柱として最終的に秋田豊とともにワールドカップ本大会に招集され背番号10を背負いました。高原直弘。高原直弘は長きにわたり代表で活躍した歴代の日本代表の中でも有数のストライカーの一人です。小野伸二、稲本潤一、中田浩二、遠藤康人、小笠原光雄、バンド隆二などの黄金世代と呼ばれる日本代表の歴史の中でも最も優秀な成績を残した1979年生まれの選手の一人でもあります。中山正史とツートップを組み圧倒的な強さで優勝したジュビロ磐田時代の活躍をご存知の方は多いのではないでしょうか。日本代表では1999年の FIFA ワールドユース選手権で3得点を挙げ、日本代表を史上最高順位である準優勝に導くと、2000年のシドニーオリンピックでは3得点を挙げグループリーグ突破に貢献しました。2002年ワールドカップこそ大会直前にエコノミークラス症候群を発症し落選してしまいましたが、その後は代表復帰し多くの試合で貴重なゴールを決めてきました。
左右どちらの足でも正確に放つことのできるシュートや高さのあるヘディング、ボールキープ力などフォワードに求められる全ての要素を兼ね備えている選手です。ドイツ大会ではチーム状況の悪さもあり活躍することができませんでしたが、2007年以降のオシム体制で復活を遂げると、アジアカップではオーストラリア戦でテクニカルかつ貴重な同点ゴールを挙げるなど計4得点を挙げ、アジアカップ史上初の日本人得点王に輝きました。岡田体制となった後は代表に定着することができなかったものの、その圧倒的な得点力やストライカーとして何でもこなせる万能性は多くのサッカー少年が憧れたことは間違いありません。現在も現役を続けており、自身が出資を務めている沖縄 S ファウというチームで代表兼監督兼選手というマルチな職務をこなしています。岡崎慎司も長年日本代表で活躍してきた選手の一人です。清水エスパルスで活躍していた岡崎は2008年に北京オリンピックの代表に選出されて以降、長年代表でストライカーとして君臨しました。2009年アジアカップ予選のイエメン戦で代表初ゴールを挙げると、6月に行われたワールドカップアジア最終予選のウズベキスタン戦では中村健吾のスルーパスに抜け出し、日本をワールドカップへと導く決勝ゴールを決めました。その年の10月に行われたアジアカップ予選の香港戦、その1週間後に開催されたキリンチャレンジカップの東郷戦の両試合でハットトリックを挙げ、代表ではこの年16試合出場15ゴールという驚異的な決定力を示しました。国際サッカー歴史統計連盟によると、この年の世界得点ランキング1位は岡崎だそうです。2010年は序盤こそ苦しむものの、ワールドカップ本大会では全4試合に出場し、グループリーグ最終節のデンマーク戦では本田圭佑からのパスをゴールに流し込み、ワールドカップ初得点を挙げました。その後ザッケローニ体制では本田圭佑、香川真司、長友佑都などのメンバーとともに日本代表のエースとして君臨し、貴重なゴールを決め続けました。2014年ブラジルワールドカップにも選出され、第3戦の強豪コロンビア戦では同点ゴールを挙げるなど活躍した岡崎ですが、チームは1分け2敗と1勝も挙げることができず、史上最強と言われたチームはあえなくワールドカップグループリーグ敗退という結果になってしまいました。その後就任したアギーレ監督やハリルホジッチ監督からも高い評価を受け、フォワードやサイドのミッドフィールダーとして活躍するものの、大会直前にはハリルホジッチ監督からスタメンを外されることも。その後はハリルホジッチ監督が解任され、西野明監督が就任すると、岡崎は代わりが効かない存在と言わしめるなど、代表での役割が健在であることをアピールし、グループリーグ3試合に出場、ベスト16進出に大きく貢献しました。グループリーグ最終戦のポーランド戦で負傷交代し、ベルギー戦には出場することができませんでしたが、その得点力や圧倒的なハードワークがあれば2対0から3失点を喫し、ベルギーを前に敗退したロストフの悲劇は起きなかったのではないかという有識者も多くいるなど、岡崎は数多くのサッカー関係者から最も高い評価を得ている現役のフォワードの選手の一人です。大迫勇也は現在の日本代表でもワントップを務めるストライカーです。鹿児島城西高校時代から注目を浴び、3年生時の高校サッカー選手権では平山颯太に並ぶ歴代最多の10ゴールを決めるなど、早くから注目されてきた大迫は鹿島アントラーズでプロデビューを飾りました。ルーキーながら6得点と、鹿島での高卒加入者では1996年の柳沢敦と並ぶ高卒加入選手のシーズン最多得点を記録しました。その後ドイツに渡り、アハツエンフンダートゼヒツヒミュンヘンから FC ケルン、ブレーメンと3つのチームで活躍し、2021年にヴィッセル神戸に移籍するまで約7年間ドイツの地でフォワード・ミッドフィルダーとして活躍しました。そんな大迫は2012年のロンドンオリンピックにおいてエースとして注目されていましたが、直前のアジア予選や親善試合でゴールを挙げることができず、永井健介や大津祐樹にポジションを奪われます。また大会直前でアピールに成功し、セレッソ大阪でも得点を量産していた杉本健勇と入れ替わりでメンバー選考からも漏れてしまいました。しかしその後東アジアカップ2013においてザッケローニ監督率いる A 代表のメンバーに選出され、オーストラリア戦では2得点を記録、11月の遠征では強豪オランダ相手に1得点1アシストを記録するなど、日本代表のワントップとしての役割を果たしました。
2014年のブラジルワールドカップでもメンバーに選ばれ、コートジボワール戦とギリシャ戦ではスタメンに起用されましたが、持ち味であるポストプレーや得点で貢献することができず、チームは史上最強と目されながら、グループリーグで1勝も挙げることができず敗退しました。しかし、2018年のロシアワールドカップ日本代表メンバーに選ばれると、4年前に敗れたコロンビアとの初戦で決勝ゴールを挙げるなど貢献。ロシア大会後も不動のエースとして代表のワントップに君臨し、アジアカップ初戦のトルクメニスタン戦で2ゴール。その後負傷の影響で準決勝イラン戦まで満足に出場機会を得ることができませんでしたが、スタメンに復帰したイラン戦で2ゴールを挙げるなど、日本の準優勝に大きく貢献しました。今回のカタールワールドカップ予選でもモンゴル戦でハットトリックを記録するなど、森保監督から圧倒的な信頼を得ている大迫。直近の代表戦ではなかなか得点を決めきれていない大迫ですが、今後のコンディション回復に期待ですね。今回は各世代で日本を支える活躍をしたストライカーについてご紹介してきました。フォワードというポジションはシュートを外せば戦犯、決めればヒーローという圧倒的なプレッシャーの下でプレーし続けなければならないポジションですが、その中でも日本を背負って活躍し続けてくれたフォワードの選手たちは本当に素晴らしいですね。今回の動画では紹介しきれませんでしたが、他にも日本には印象的な活躍をしたストライカーが数多く存在します。あなたにとっての歴代ナンバーワンのストライカーは誰ですか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。